はい、どうも、こんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はですね、iPhone、新しいね、iPhone12 について、ちょっとね、僕、今回は買い替えようと思ってるんで、調べたことについてね、ちょっと話をしようと思います。僕は XS Max ね、使ってます。で、回線はソフトバンクの回線使ってるんですけど、なんていうんですかね、今回ちょうど2年ということで、ちょうど買い替えの時期なんでね、正直買い替えようかどうか自体はちょっと迷いました。理由というのは3つくらいあって、まず5G 対応しててもかなりエリアが狭いね、狭い、大阪、僕だったら関西圏なんで大阪の本当に都心の中心部しか対応してくれてない、ね、であと iPhone 自体が 5G の、ミリ波っていうのに対応してない。これ僕もあんまり詳しくわからないんですけど、どうも 5G っていうのはそのミリ波っていうのがミソで、やっぱりなんていうかな、完全に普及したらやっぱりそのミリ波対応じゃないとちょっとあんまり効果を発揮しないような記事を読んだので、どうしようかなと。でアメリカの米国モデルだったら対応してるみたいなんですけど、日本モデルは、そのミリ波は対応してないと、なんでかよくわからないんですけど、そういうことみたいです。で、あと3つ目としてね、何だったかな、ボケちゃった、何だったかな、とりあえず、なんていうかな、今、とりあえず2つですかね、の内容がね、あって、ちょっとね、もう1年待ってもいいかなっていうね、ごめんなさい、あと思い出した、フェイス ID だけでしょ、今ね。それがやっぱり画面のタッチ ID の認証とかね、あとこの横のボタンのところで、なんていうかな、タッチ ID がついて指紋認証とか、やっぱり最近特にですけど、マスクをしてるんでやっぱりタッチ ID ね、フェイス ID もいいんですけど、フェイス ID とタッチ ID の併用みたいなね、モデルにならないかなと。噂レベルではだいぶね、そういうモデルが出るんじゃないかっていうことも言われてましたけど、結局は出なかったということで、そういうのを期待してね、もうそれだったら1年待ってもいいかなとなんとなく思ってたんですけど、いろいろ考えた末ね、とりあえず今回検討して買い替えようということで、決めました。でその中でちょっとね、どうなのっていうところが、なんていうの、いろいろ調べてて思ったところがあったんでね、そのお話をしたいと、思います。はい、何をね、一番ちょっと疑問に思ったかっていうと、僕 XS Max 多分買った時には、iPhone、Apple Store で買う値段とキャリアのストアで買う値段っていうのは多分一緒だったと思うんですよね。ちょっと僕もちょっと記憶が定かではないんですけど、確かそうだったと思うんですよね。で今回、11の時はちょっと僕全然調べて、買い替える気自体がなかったんで調べてなかったんですけど、今回調べてね、全然値段が違うんですよね、 Apple Store とね。で、これ Apple Store って言ってますけど、 Apple の Apple Store の要するに SIM ロックかかってないやつ、じゃなくてね、アップルストアでもキャリアモデルっていうのを売ってますから、そのアップルストアで販売してるキャリアモデルの値段と、ソフトバンクとか、その、僕だったらソフトバンクショップの、値段とが全然違うと。同じですよ、キャリアモデルだから。ね、なのに違うっていうね、そこがあったんです。で、これはドコモでも au でも、一般にね、価格を公開している値段っていうのは、ソフト、キャリアのショップの値段ですから、そこがねちょっとねなんかおかしいなって、Apple Store 自体も手続きはキャリアのショップと同じようなことができるみたいなんです。なので、それだったら買うんだったらね、Apple Store で買った方がいいんじゃないかっていうふうなことを思って、その値段がどのくらい差があるかとか、ちゃんと手続きができるのかっていうのをちょっと調べてみたんでね、とりあえずそれの、情報をね、皆さんにお伝えしたいなと思います。実際まだ私自身もね、
まだ手続き行ってないんで、実際それがちゃんとできるかどうかっていうのはね、実際やってないんでわからないんですけど、一応できるだけね、Apple Store にも何回か電話をして確認をして、できるということも分かった、なんで確認をした上での情報提供っていうことに、なってます。で、とりあえず値段の方なんですけどね、例えばですけど、まあ、今予約受付も開始になった最後ね、開始になった iPhone 12 Pro Max、ねの120、まあ、例として 128GB、ね、これを Apple Store でキャリアモデルとして買ったら、129,580円、ね、でもね、ネットの方をまた見てください。もしあれだったら Apple さんのね、iPhone のそのなんていうかな、12のプロのマックスの画面を開いて iPhone のね、でその上のとこにキャリアモデルはこちらみたいな帯みたいなのが出てくるんですよ。でそこを押すと、そのキャリアモデルのページに行くことができます。で、まあ、こんな感じです。こんな感じ、上の方に何かありますよね、こんな感じです。で出てますかね、はい。で、そこを見るとね、よく見てください。8000円の割引って書いてるんですよ、キャリアモデルは。で多分ね、キャリアの方で出たばっかりの iPhone が値引き入ってるってことはあるのかな、多分ないような気がするんですよね。多分オンラインストアとかで買うと普通の定価、定価っていうか Apple の定価より値段が底上げされた定価、そのキャリアの定価、それで買うっていうことになると思うんですけど、だから Apple の128ね、は129,580円から8000円と消費税8800円引いて127,80円で買えるわけですよ。これね、キャリアモデル。だから AU とかソフトバンクとかドコモとか関係なくね、その iPhone12 の Pro Max の 128GB はその、値引きも入って127,80円っていう値段なんですよ。ね。で、じゃあソフトバンク、まあ僕使ってるのソフトバンクなんで、ソフトバンクの同じモデルなんぼするかっていうと、151,920円。15万ですよ。で、アップルとの差額が31,140円あります。これ、どうかと思うでしょ ?3 万円ってね、どうなんだって思いますけど、まあ、とりあえず差がある。で、ドコモの場合は142,560円で、アップルとの差が21,780円。AU が AU も大体同じくらいで141,900円。アップルとの差が21,120円。ね。で、これが一番容量がでかいのが512ですけど、512の方になると、Apple Store でキャリアモデル買うとしたら、165,880円のそこから8800円引いて157,080円。157,080円。で、ソフトバンクで買うと、それが194,400円。ね、差額、アップルとの差額は37,320円。ドコモの場合は182,952円。アップルとの差が25,872円。AU がね、AU が181,540円。アップルとの差が24,460円。だからやっぱり128買うのよりは、容量大きくなるとその値段の開きも大きくなっちゃう、大きくなっちゃってるっていう感じです。だから、まあ、これどうなのか分かんないんですけど、キャリアの方がね、なんか今最近こう通信費用でお金取れないから、なんかもう機種代金からぼったろみたいな感じになってるのかなっていうね、印象すごく受けました。で、これで Apple Store でそしたらキャリアモデル買うとどうなるかっていうと、これも電話でまだ問い合わせて、まあ、確認しただけなんで、僕自身いやその手続きやったことないんですけど、アップルストアの店員さんに聞くとね、本当にそのキャリアショップと同じことを同じ手続きでできますということなんですよ。だから例えば、まあ、僕ソフトバン、例えばですよ、僕がソフトバンクユーザーなんで、アップルストアに行ってソフトバンクのキャリアの携帯を買う、アップルストア でそうすると、その端末を、例えば機種分割ね、分割払いにしたいっていうことになると、キャリアの分割もできるみたいなんですよ。だからアップルの場合は、アップルさんのローン、
例えば24回とかだったら、まあ、金利手数料無料みたいなのありますよね、 0% とか、そっちでも多分組めると思うし、まあ、多分審査とかなんか手続きめんどくさいですよね。だからあのキャリアの分割とかだったら多分、まあ、結構比較的簡単にできると思うんで、そっちのキャリアの分割っていうのもできるみたいなんですよね、あのアップルストアで。だからそれだったらキャリアのショップ行くのと全く変わりないんですよ、手続きとしては。だからだったらじゃあそのキャリアのショップで買う意味があるかっていうことですよね。アップルストアでいいじゃないとねえ。だから当然アップルストアが自分が行けるね、そのエリアの範囲内にないとちょっと、難しいっていうのもあると思いますし、事前にねウェブで予約をして、アップルストア自体も店員さんの数が決まってるんで、やっぱりさばける人数がね、どうしても限られてしまうので、予約が取りづらい、まあ、ウェブから、申し込みをして、で、まあ、受け取り日とかね手続き日を予約しないとダメなんですけど、それが取りにくいとかね、まあ、そういう問題はあると思います。だから何て言うかな、まあ、皆さんにおすすめできるわけじゃないんですけど、まずアップルストアに自分のこう住んでるとこか行ける人ね、行ける人はもしよかったらちょっと一回調べてみてください。僕も実際、その手続きをして、その後またね、情報を公開できたらいいなと思いますけど、ちょっとねあまりも差額がね2万とか3万とか違うんで、これはねちょっとねやっぱりちょっと皆さんも気をつけた方っていうのは、まあ、お得に同じものを買うんですから、買い物できた方がいいなと思ってね、お知らせです。であと僕の知り合いがドコモユーザーなんですけど、今回ね、機種を変えようっていうことでいろいろ調べてて、でその方ね僕ちょっと詳しくはないんですけど、ドコモカードのなんか特殊な、まあ、ゴールドカード的なやつなのかな、なんかそれに入ってて、ドコモの契約をしてたら機種のねスマホをなんか落としたりなんかした時の保証っていうのがなんかそのカードに付帯されてる、なんていうかなサービスで保証されるやつがあるみたいなんですよ。で、それでいろいろその方調べて、電話とかけられてね、カード会社とかかけられて調べた結果なんですけど、どうやらねアップルストアで買っても適用になるみたいです。だから別にドコモショップじゃないと絶対ダメっていうわけじゃないみたいなんで、まあ、当然回線はドコモじゃないとダメだと思いますけど、ドコモカードでちゃんとその何て言うかなアップルの、とこで手続きをして支払いを、多分毎月の支払いをドコモカードでやるのかな、なんかそんなのちゃんとしとけばね、その保証の対象にもなるみたいです。だからそのカード使ってたらアップルケアとか入らなくてもいいんですよね。で僕ソフトバンクなんであんま関係ないんですけど、だからもしドコモユーザーさんがいてて、同じようなカードを知ってて、それでもうねアップルケアっていうか入らずにそっちのカードで、保証してるなんていう方いてたらね、ぜひぜひアップルストアっていうのも選択肢に入れてみたらいいと思います。まあ、この情報はちょっとね若干また聞きなんで、まあカードのね、そのなんていうかな問い合わせ窓口に確認をね、一回してみてください。僕も責任持てないんでね、確認をしてみてください。ということでとりあえずね、まあ今回はなんていうかかなり値段の差が開いてたんでね、ちょっと有益な情報になるのかなと思って、僕もネット記事見ててもねあんまりねなんかそういう記事を見ないもんで、まあでも知ってる人は多分ねアップルストアで買ってるような感じなのかなと思って、一応情報をね上げておこうと思って動画撮りました。まあ、またね結果は手続きした後にまた動画ね作って公開はしようと思いますんで、まあよろしくお願いします。まあでも欲しい人は多分もうねすぐ予約すると思いますけどね。はい、ということで、今日はiPhone12、についてのお話でした。できるだけね安く買えるように皆さんね、手続きしてみてください。そしたら今日はこの辺で失礼します。さようなら。